よいよ模試の結果入ってきましたんで、それぞれ見ていこうかなと思いますね。はい、そこからまあ成長してね、虚偽だと言われた共通テスト、はい、プレーですか。プレー。じゃあちょっと志望校別、まだ他にも受けたんですね。はい、送信模試っていうのを受けて、はいはいはい、ポジティブだな相変わらず。結果がなかなか見つからない。まあそういうのもね、頑張ってて、まあ、俺も同じタイプだけど、ここに入れてるんですけど、マークミスしやすいタイプだからね、こういう人見つからないって人は。マジで気をつけないといけない。入れたはずなんですけど。何回え、これ、これっぽいっすね。ほうで始まりました、アモティスチャンネルです。さて、はい、ハルゼラ、ハズキです。はい、ハズキにおいでいただきまして、さあ、はい、いよいよ模試の結果はい、帰ってきましたんで、それぞれ見ていこうかなと思いますね。はい、はい、まずは共通テスト模試第3回のやつですね。はい、はい、めっちゃ叩かれたやつ。そう、全然ダメだみたいに言われたやつですが、はい、まあこれは受けたのはいつ？10月15とかです。はい、10月の段階だとこんな感じですね。英語が51、偏差値 50.5 で学力レベル C。 これは何、はい、あれ合ってた？自己採点と合ってました。はい、リスニングが61、はい、で偏差値 51.9、 学力レベル C。はい、平均で58か。なるほど。でリスニングと合わせて112、はい、学力レベル C で、国語が69点、偏差値 40.1 で E 判定、はい、学力レベルが E で、で世界史が100点中60、偏差値 49.7 で D。 うん、まあそうね、だ全体でも偏差値 46.8 という形でした。かなり低い。また志望校のやつが慶応文学部が E 判定、はい、早稲田教育学部 E、はい、立教経営 E、はい、青山学院経営 E、はい、学習院も E、 明治だけ D、 駒沢 E だもんね。出す人少なすぎて D になってるのかもしれない。あ、なるほど、という感じになっていましたが、はい、そこからまあ成長してね、虚偽だと言われた共通テスト、はい、プレーですか。プレーなんてさ、疑うんだろうと思うんだけど、別にだって取れるしね、はい、これ共通テストなんて、はい、サイドログにしてください、はい、時間が経っちゃってる。共通テストなんてちゃんとやれば簡単なんだから。情報処理やっぱ苦手かもしれないです。賢い人にとってはすげえ簡単だけどな。はい、では行きましょう。成績、英語86、おお、偏差値 62.1、 学力レベル A、はい、これは合ってました。自己採点これ合ってました。でリスニング75で61.7、A と、はい、で合わせて160で 62.8 と、はい、はい、だこんなすぐに上がるわけねえとか言ってましたけど、いや、まあ、1日10時間やったら上がるから普通に。頑張りました。ここ130で60.7、偏差値で学力レベル A、はい、これ難しかったっぽいですね。130点で、ああ確かに60なんて、これみんな嘘だ嘘だみたいな、また書かれんのかな。いや、信じてもらえないのかな。名前、ちょっと名前出せないです。桃鉄さんには見えるじゃないですか、名前。なんつうの、あの自己受験だみたいなのとかさ、ああいうのが言われる。自己受験じゃないね、そもそもだって早い時期でちゃんと受けてるから、はい、そうですね、やってません。はい、あとなんかそうだって、関西よりも関東の方が早いって言ってたからね。そうですね。で、はい、58点で 52.2、 あ、やっぱ世界史が弱いね。そうですね、だ全体58点差、世界史さえできてればね、もっとよかったね、はい、そうですね、世界史だけ60、うん、全然下回ってるね。じゃあちょっと志望校別、はい、慶応義塾大学文学部 E 判定、やはりさすが慶応、はい、続いて早稲田教育 E、 やっぱり、はい、立教経営国際経営 E、 あ、立教でもやっぱり世界史がちょっとやっちゃってます、ね、うん、立教大学文学部英米文学 D、はい、青山学院大学 E、はい、経営学部経営で、青山学院大学文学部英米文協定じゃない、個別なんだこれ、協定プラス個別の、うん、協定プラスが C、はい、あ、ここだけ C、ここ C 出ましたね、はい、で続いて法制経営 A 方式 D、はい、で学習院経営講話が C で、学習院の英米が B と。あー、なるほどね。細かいのを見れるんですけど、うん、なんかあとギリギリ、うん、ちょっとあと偏差値 0.1 ぐらいでなんか D 判って、あの、うん、アップしなかったみたいなの多かったです。なるほどね、はい、いや、まあまだだね、やっぱ、うん、早慶にはまだ戦えるレベルではない。そうですね、早慶はまだ全然、うん、壁は厚いですね。そうですね、そこはやっぱりだと思いますんで、はい、でまだ他にも受けたんですね。はい、あと投資模試、あ、はい、っていうのを受けてきまして、はいはいはい、そっちちょっとなかなか投資のもやったんだね、
はい、では行きましょう。英語まず偏差値が出てないんですけど、横にスライドしないと。スライドこれ共通テスト型、これ共通テスト型っす、はい、英語とリーディングが64、換算72とかなって、偏差値がこれ、偏差値 55.2、 低いな、はい、リスニング86、高っ。こっちは、はい、偏差値が59って、あ、それでも 59.8 にしかならないの。ちょっとじゃあ簡単すぎたってことだろうか。ちょっと簡単だった、受けてる感じ難かった気したんですけど。うーん、なるほどね。でもリーディングダメじゃないですか、全然これじゃ。なんていうんですか、情報処理の的難易度ばっか上がってって、うんうん、まあ、英文難易度上げてくれてたら、うん、もっと取れてたなっていう。何言ってだって情報処理ですから共通テストは苦手なんですよ。国語、言語感合わせて92、はい、ダメじゃん。いや、ちょっと言い訳していい、はい、ちょっと言い訳多いとか言われる、そうそう、言い訳多いって言われるけど、これだけはちょっと言い訳したいんですけど、うん、その実践問題でも取れてて、うん、で過去問でも取れてて、うん、今まで、まあ、140切ったこととかあんまないんですけど、最近、うん、これいつ受けたんだろう。これ12月11日12月。もう本当に国語の回答根拠が全然なさすぎて、国語が一番得意って言ってたのがあったさっき、はい、得意なんですけど全然見つからなくて、それでちょっと現代も時間使いすぎて、うん、もう後ろ全然ないみたいな。で解説見ても、うん、納得いかない、それでも納得いかないです。ちょっとじゃあコメントでください。ハンダスのやべえっしょみたいな問題が結構あって、うん、最初の方に、うん、現代文54で古文12、漢文26、はい、うん、漢文しか取れてないな。古文時間残らなかったです。平均と、これが偏差値はどう、これ、あ、これ 45.4、 ダメじゃん、他の人取れてるじゃん。いや、他の人取れたんすか。38古文で、で漢文あれでも51しかないんだね。やっぱ12月になってからもうできるようになってる人たち多いから、そう簡単には取れない。ちょっとあんま信用してないです、この国語は。ちょっとマジでやばかったです。世界史54点、あ、まあ世界史弱いな、まあ現役だよね。 48.1 偏差値、はい、世界史は点数伸びてないんですけど、うん、選択肢とかは全部知ってる内容だったんですよ、うん、ただちょっと問題とのつながりが分かんないみたいな、うん、それで、まあ、成長は感じましたポジティブだな相変わらず。成長は感じました。なるほど、もう3つの模試を一気に、あ、こっち、そうだ、判定見るけど、はい、判定、はい、経営文がいい、まあ当たり前ですね、さっきのやつで、だから早稲田いい、立教いい、青学いい、法政いい、あれ、ルーが受かったとこは法政屋の、T 方式の経営、経済ですね、経済か、うん、経営でいい、学習院いい、学習院もいいになっちゃった。いや、これちょっとあんま信じたくないんですけど。信じたくはないです、それ唯一外した回。いや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 、まあその前だってダメだったじゃんまあそうなんです、過去問とか入れると、まあ、最近ではこれが唯一外した回です。学校もなんて当てなんないし、別にその環境、いい環境で受けてるだけだからね、はい、本当にそうなるか分かんないからね、まあ、でも塾のなんかテスト中に、うん、なんか笑い声とか聞こえてきて、なんか中途の、ああ、なるほどね、はい、ちょっともうそう、まあ、それはしょうがない、当心だもん、まあ、当心の校舎で受けてるんだね、はい、ちょっと、うん、文句言いたくなかったですやめてくださいということで、はいはい、結果はこういう感じになりました。皆さんぜひ参考になるか分かんないですけど、はい、まあ意見お聞かせください。本当になんか問題どうだったのかとかね、はいはい、ちょっと教えてほしいです。2個目のやつが高すぎるんじゃないかっていうのならない。いや、はい、という感じでした。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、幼稚園。